待ってるアシュリー、お前のスライムは俺が守る。はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、本日もねバイオハザード4行っていきましょう。前回はごめんなさいね、4のチャプター4の1を、クリアし、じゃない、途中まで進めていったというところなんですけれども、今回はもうそのままね、クリアしていきたいと思います。4のチャプターね、4の1のチャプターかそう、前回ちょっとね途中で終わっちゃったんで、前回のパートでなんとか無事ねシカゴタイプライターを手にすることができやしたんで、今回ねそれをねもうぶっぱしていこうと思いますね。早速のイケネはやつでございます。まあやつというかやつらかな、やつら2体とやつ1体と、早速ね実験をしていきたいと思いますね。はい、ということで、現在時刻7時45分でございますね。7時45分にしてはだいぶ空が明るい気がするけど、気のせいかな。うん、でさ、これって前もやった時思ったんだけど、何だったっけ、右側からさ、なんかあれ飛んでくんじゃん、透析機からさ。そう、これノーマルだと出てこないってことでいいのかな。1周目やった時も出てこなかったから、だから2周目からなんだろう。あ、じゃあ2周目じゃない、エキスパートだけになるのかな。エキスパートだったっけ、なんかハードコアだったっけ、なんかちょっとよくわかんないけど、うい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 、はい、お疲れ様でした。ということでね、まあなんか最近ちょっと霜の話ばっかり増えてきたんでていうか、もうサムネがもう霜だもんね。アシュリーのどこに刺したいと、もう刺したいところは1箇所しかないんだけどさ、いや2箇所3あるな、3箇所くらいあるか、やっぱりな。うん、スライムと洞穴とやっぱり、あかん、ダメだ、欲求不満なんだろうなきっとな。多分いろいろとこうっぷんも含めていろいろ溜まっているものがあるんで、まあ、それはね、金髪美女がね、ロサンゼルスとか行った時さ、なんだったっけ、なんか5キロくらい散歩ができる 山があるんですよ。山道というべきか散歩コースというか、そこでさ、その4月の頭に行ったのに、まあ、結構ロサンゼルスってあったかいんですよ。ロサンゼルス結構あったかくて、だからね、男の人でもなんかズボン一丁でもう上半身裸で歩いているおデブちゃんとか筋肉ムッチョの人とかもいたりとか、あとはね女性でもその、まあ、ビキンとの出会いはないけど、まあ、スポブラ一丁で歩いて、スポブラ一丁で下はもうちゃんと履いてるよ、下はちゃんと履いてるけど、ショートパンツにスポブラ一丁みたいな感じで、もうさすがにその格好だったらこうなんか寒くないっていう格好だったんだけど、それでも平気で、ね、歩いて、その人見るとね、でそれがまたさ、もう可愛いんですよ、可愛いの、可愛いしスタイルもあるし、もうキュッと締まってるとか締まってるし、出てるとか出てるしっていうのも、もうなんかまさにアメリカ人みたいな感じのねスタイルの人がいるとさ、やっぱね、ちょっと茂み行きませんかみたいな、そんな気分に、ね、させられちゃうんだけど、まあね、そんなのとかね、やっぱね、こう日本人にはない、そう、もう破壊的魅力というべきかなのかな、そういうのがあるとね、やっぱムラムラするよね。あとさ、もう明らかにその、なんて言うんだろう、観光客の財布を狙いに来てるなってお姉ちゃんたちもね、もう声はもうガラッガラなんだけど、それでもやっぱりね、スタイルいいしね、すごいね、もうなんか、ブラジルのサンバみたいな格好をしてる人とかもいたからね、さすがハリウッド通りとか、ラスベガスもいたけど、ね、ラスベガスなんかもっときなんかもっと鬼畜な人とかいたけどね、まあそれは男も含めてだけどね、だって、あ、そっか、ロサンゼルスでなんかね4人くらいの、たまに娼婦、売春婦って言ったらあれなのかな、の人たちがいるんで、夜中っていうか、まあ10時11時くらいにハリウッド通り歩いてたら、4人組の女の人がいて、1人はねもうね上何もつけてなかったからね、まさにもうなんかそのまま吸ってもんで舐めてっていう感じの人がいたんだけど、あべべべべべべ、大釜振ってる、ダメよ、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、今さなんかチラッと見えたけどさ、あれ、もしかして、いってんやろ、第3警報気がする、あ、いなくなってる多分流れ弾当たったな、ドンバイ、よっちょっ、あ、生きてたんかい、これもがこれさ、こいつで殺された場合ってどうなるんだろうな、そのまま規制されて終わりとか、そういうあれかな、こいつでちょっとやられたことがないからわからない、まあダメージを受けただけでもすごく屈辱的だったんだけど、さてと、
でね、こっからが結構ね、なんだかんだここの時計塔ってそのね、サラザールに会うまで結構試練というか至難な技な気がするよね。ここ、まあここはいいとしてよ、この次だよね、出てきたところだよね、ロケランバーンって言ってくるやつもいるし、まあ、じわ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 、え、オッケー、兄弟なのかな、それとも三つ子、いつの間にあの柵用意されたの、うん、ね、そうだ、そろそろあれだね、もう6月に入っちゃったし、あれだよね、危ない危ない、 まずとりあえずあいつだけ始末しとかないと、後ろからも来てるから、そっちゃーとやりたいんだけど、なんか変態がいる、やばい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 、よいしょ、オッケー、オッケー、あ、ちょっと待って、立ち上がんのかよ、あ、やばい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 、ちょ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 、今何が起こったかっていうと、あのダメージを食らった瞬間に、まあこれさっきしょっちゅうあることなんだけど、よくね、あのね、マウスがね、なんかよくわからない、ごちゃ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 っていう、そんな感じになっちゃった、はい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 、はい、おやすみなさい、おやすみなさい、そうだね、もう6月に入ったからさ、そろそろ夏休みの計画立てなきゃいけないよね、もう今年の夏休みがね、果たしてどのくらいの休みが取れるのかっていうのがさっぱりわかんないけど、やっぱ夏って言ったらもうね、旅行行きたいからね、でもこんなにこの携帯のやつ出てきたっけ、あの第二携帯のさ、一撃で食って殺してくるタイプのやつじゃなかったっけ、うん、まあなんでもいいんだけどさ、いや本当はここでねロケランバーンってぶちかましたいところではあるんですが、あるんですが、まあね、まあもう4チャプターも半分過ぎてしまっているというところがあるんで、ここからも全部ねもうこいつでいきますよ、うりすげえ仲良くしてきた、やばい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 、うわ、このところで無微水にならないで、え、くるっと振り返る、すごい、本当2人とも仲良くやってるね、でも行く方向はバラバラなんだ、はぁ、あ、はぁはぁ、オッケー、いい、あ、ちょっと待って、やべ、あいつなかなかやられねえな、静かに静かに、バレてないバレてない、そうゆっくりゆっくり、だからなんでさ、敵同士がさ、くっついた時さ、全然お互いにやられない、おかしくね、はい、お疲れ様でした、はい、でさ、これさ、こいつの方に関してはさ、なんでさ、あんなすごい重装備なのに同じ1万5000パーツなのって、おかしくねって、価値が一緒ってさ、3万くらいよこせよ、あ、でも3万だったら村長と一緒になっちゃうか、村長と一緒はちょっと認めらんないみたいな、でもデルヒガンとどっちのこと言うんだろうな、まあデルヒガンっての方がまだ強いのか、武器によるか状況によるか、まあよくわかんないけどね、まあどちらにせよサクサクと進めていくしかねえだすわな、うんうん、でもどうだろうな、ここら辺もアイテム一応回収はするけどさ、アイテム回収するのはいいんだけど、まあもうお金貯める必要もないからね、あと何がいる、あとボス戦に向けて、サドラー戦に向けてなんかやる、あと別にな、サドラーもな、そっか、サドラーシカゴタイプライターで倒すとやっぱりってことのかな、前回はさ、ほら、なんだっけ、手榴弾投げて、でその後にマインスロアぶち込んでっていうのを繰り返してたらさ、もうなんかあいつ何もすることもなくお亡くなりになってたじゃん、はーい、ごちそうさまでーす、いや本当これサラザールさ、何をしようとしてたんだろうな、でもこいつのは多分ガバガバだろうな、はい、じゃあ落ちます、下へ参ります、チュリス、ブリンデル、うん、串刺しのいい響きが聞こえないだすなって、まあそんなのどうでもいいんだけどね、まあさすがじいさんの考えることだからね、あのじやることなすことが古いって感じだよね、はい、うん、じゃあ一体ね、どうなるんかな、ほら普通さ、なんだっけ、液体窒素でさ、カッチカチに固めてからじゃないとぶちのめすことできないじゃん、どうなるんだろうな、一言だけ教えておいてやる、
私の右腕を視覚として送り込んだ。右手が取れるのか。もっとこれ初めて見た時めっちゃ笑ったよな。右手そうなんですね、右手私取れるんでございますっていうね。どうやって戻すんだろう。何でもいいんだけどさ。さてさて、じゃあこのまま進んでいきましょうかね。はい、このさ、なんだっけ、忘れちゃった。あ、コウモリか。コウモリってなんか倒せるのかな。コウモリさすがに倒せないのかな。あ、もうすでに10万パーツあるんだ。まあいいや。じゃあここスペインなんだったらユーロにしてくれたらいいのにな。なんかユーロで思い出した、あれだ、外国の人たちってさ、その日本とかだったら例えばさ1023円ですとかってさ言われたらさ、あのちょうどお釣りを出すためにさ、あのお釣りをちょっとでも少なくするためにさ1025円出したり1030円とか出したりするじゃん。外国の人たちってそういう計算がなんかできない。あ、ごめん、違った、例えば985円ですとかって言われたら、その1085円出してお釣りを100円にするとかって日本人だったらできるじゃん。ところが外国に行ったらそれの理解ができないらしくって、1000円で渡せってなるらしいね。だからその頭の計算ができない、まあ、レジで売ったらいいだけの話なんだろうけど、なんかそこら辺の計算ができないらしくって、だからなんかそう出されたらはぁみたいな感じになられるなっちゃうみたいですね、お釣りの計算がめんどくさいから。あともう一つは、あんまりその大きいお金、まあ、あれ X 字を捨てなかったか、そのあんまり大きいお金を出すのが嫌がられるっていうのがあって、スペインに行った時にパエリア食ったんですよ。パエリア食って12-13ユーロとかだったのかな。で50ユーロ札でお願いって言ったら、なんかめっちゃ嫌な顔されて、なんかもっと小さいのないのみたいなアイコンタクト送られて、えって思って、で20ユーロ出したら、それだよそれだよって言って、なんかすごいニコニコし始めて、あ、ダメなんだと思って、みたいな。あれ、やっぱそうか、カッチカチやぞ。苦しんでる。でこいつなんかあれらしいね、サドラーの体力3倍あるらしいね、この無敵状態だと。3倍だったかな。ああ、お疲れ様でした。それはこんだけぶち込まれたらな、生きてられねえわな。で、体力3倍あるけど、でもなんか、なんだっけ、その液体窒素でカッチカチにして、なんかちょっとエロくない、下半身。あかんか。もはやこれに発情するようになったら、俺いよいよ末期だぞ。ほらだってほら、この格好ってもあれしか浮かばないよね。でもさ、この場合さ、ほらね、この場合さ、尻尾ついてくからさ、その尻尾を自分の男だっちゅうの、執事だっちゅうの。はい、ということでね、もうあとはちょっとちょろっとアイテム回収だけね、ささっと終わらしてしまって、もうこのチャプタークリアしたいと思いますんで、まあ、次回ね、チャプター4の2からスタートしていこうと思いますんで、まあ、ぜひね、楽しんでいただけたらと思います。もうさっさと行きましょう。大したね、稼げるようなアイテムもないからね。でもここからも普通にクリアするんだけど、何を目的にこう私は生きていったらいいですかね。使っちゃったよ、間違えちゃった。はい、ということで、このまま下っていきましょう。まあ、ちょっとごっつい男と自称カリスマかっこわらがなんか会話するシーンが出てくるんですけど、まあね、大したあれもないと思うんですけどね。はい、サラザール is having difficulty tamingね、てかここからさ、娘を連れてこいって、あ、ボートに乗せてたのが実はクラウザーとかっていうオチだったのかな。まあそんな感じだろうかもしれないけどね、まあ、これ出てきた時に「ああ、あいつか」ってなるかって言ったら、「ああ、お前全然誰だよ」ってなってね。ということでね、まあ、本日のパート以上でございます。是非ね、チャンネル登録ボタンとグッドボタン押していただけたら嬉しいです。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。